射撃のパリ五輪代表が1日、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで練習公開と会見を行った。男子ラピッドファイアピストルの吉岡大、京都府警、男子エアライフルなど3種目に挑む岡田直也、アルソック、女子エアライフルなど2種目に出場する野畑美咲、明大、が代表権を獲得。佐橋智樹監督は3選手ともメダル獲得という目標設定をしている。 何色でもいいのでメダル獲得を目指し、選手をバックアップしていきたい、と語った。日本勢の出場種目で最初に行われるのは、岡田と野畑が組む混合エアライフルだ。6月17日に国際連盟から五輪出場権の再割り当てがあり、野畑が追加で五輪代表に決定。これにより、同種目にも出場できることが決まった。 開会式翌日の27日に決勝までが実施され、岡田は日本選手団のメダル第1号を目指すと意気込んだ。男子ラピッドファイアピストルの吉岡は、昨年の世界選手権で4位に入って2大会連続の五輪切符をつかんだ。21年、東京五輪は予選で8位にとどまり、同点の内容差で上位6人による決勝に進めなかった。 当時を入賞と言われて喜んでしまった。よし、入賞だ、と自分で考えてしまったのが非常に悔しかった、と反省。この3年間でメンタル面も鍛え、筋トレを良くしているので、自分を追い込むのには自信がある。追い込まれるほど、いい結果が出ると思う、と胸を張った。野端は高校生で射撃を始め、大学3年で初の五輪出場を果たした。 女子エアライフルで5月の W 杯バクー大会では日本記録を更新して6位に入るなど、急成長を遂げてきた。試合でほとんど緊張しないという度胸も持ち味で、プレッシャーも感じると思うけど、私らしく謙虚に楽しく射撃をしていきたい。出場に満足せず、メダル獲得が目標、と笑顔で誓った。 射撃の日本勢は1992年バルセロナ五輪男子50メートルフリーライフル堂の牙両兵を最後にメダルから遠ざかっている。いずれも国際大会で優勝や上位経験を持つ3人が32年ぶりに歴史を塗り替えに行く。